はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやってみます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、皆さん、ドラクエ10オフラインで、めんどくさいシステムってありますよね。そう、討伐依頼書ですよ。あれって、最強装備を手に入れるのに、絶対やらなきゃいけないことであって、最短でも12時間とかかかるんですよ。一つの装備を作るのに、1日もしくは2日とかかかっちゃうんですよね。で、裏技できないかなって思って、考えてたんですけども、他のゲームでこれやるとね、ペナルティーもらうことがあるんですよ。で、やらなかったんだけども、昨日やってみたところ、ペナルティーなしでできました。これ最初からやっときゃよかったなーって思いましたね。ペナルティーなしで簡単に討伐依頼書やることができます。まあ裏技ですよね。で、やってる人はもうすでにやってると思うんだけども、まあ俺も昨日からやり始めました。これは本当に簡単なので、これから討伐依頼書やっていく人はぜひやってみてください。ただし、俺はプレステ版でやってます。スイッチ版がどうなるかはちょっとわかりません。なので、スイッチ版の場合はちょっと注意してやってみてください。もしかすると、ペナルティがあるかもしれません。多分ないと思うけどね。プレステ版では全然できます。ではやり方、説明しますね。まず、討伐依頼書を出してあげましょう。何でもいいですよね。出します。で、行くやつも別に誰でも構いません。まあ、とにかく時間が短ければいいんではないでしょうか。まあ、18時間とかそれぐらいかかるやつもいるんだけども、それぐらいでも全然大丈夫です。依頼書出しました。はい。じゃ14時間後、また来てくれって言われるんですけども、ここで、ホームボタンを押して、時間を1日ね、遅らせます。早めるのか。そうすると、討伐隊が帰還しました。はい。もう一瞬で、アイテムをゲットすることができます。これ、もう今までさ、本当にね、時間が12時間だから、夜の7時にゲットして、また次の日の朝に7時にゲットしてって、もうきっかりやっていったのよ。もうアイテムが欲しいから、最強装備が。だけどもこれができるならば、もうそんなね、手間は必要なくなりますね。はい。もう何回でもいけます。討伐依頼書出しました。ホームに戻って、時間を、1日先送りにします。はい。で、戻ります。そしたら、討伐隊が帰還する。簡単すぎ。本当にね、やっときゃよかった。でもね、最初の時にね、するのは、ちょっと怖かったんですよ。もう最速で最強装備欲しかったので、もしもペナルティが来た時、2日とか3日間、何もできなくなることがあるんですよ。他ゲームでね。なので、やらなかったんだけども、やめるとはね、思いませんでした。はーい。ということで、これから、討伐依頼書出していくよっていう人は、ぜひ、やってみてください。むちゃくちゃ簡単です。やっぱりこのね、十何時間待たなきゃいけないっていうのは、本当にストレスだったんで、これは早くなりますよ。まあ、ただし、プレステ版、では成功してますけども、スイッチ版は、ちょっとわからないです。すいません。自己責任で試してみてください。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。